何者65点。就活がきっかけで集まった5人の男女。浅井亮がえぐりまくる人間心理、直木賞受賞の問題作の映画化なんですが、小説読んでる分内面えぐりとミスリードがかなり物足りなかったかなと思います。けれど映画版は舞台演劇という装置を新たに取り入れ、ハートレスな就活と血の通った舞台俳優さんたちのドキュメンタルな比較がかなり痛切に響きます。ちゃんと自分の言葉で思いを伝えられているのは果たしてどっちなんだよと。本当にしたいこと、年収、能力、人間性関係なく本気で挑めるっていうのはかっこ悪くてもかっこいいことなんだと感じますね。ここの中をさらけ出すことって年取るとどんどん少なくなりますし、かっこ悪いように見えるんですが、本当は大切なことなんだと思います。誰かの言葉で話すんではなく、自分の言葉で自分を語れるようになることが何者かになる第一歩なんだと改めて気づかせてくれる映画でした。